アルファで。え、これは何？開けたら。開けたらあかんように、あ、開けへん、間違って開けへんようにしました。どんなになってるの？開けていいですか？うん。から閉めたんですよ。もうワイヤーが絶対あかんない。あかんすぎたんだ。あのあれがあるやん、開けへん。でも開けへんやつはワイヤーが絡んでんのかな。もうワイヤー一回ちょっと待ってな、ワイヤー外そうか。前はだからここから切ったん。これね、なんかフレームベロンって出たんですよ。どこやったか、なんか出たんですよ。ここやろ。ここ一回、これ割れるかもわからんけど、はいはい、ちょっと養生しようかな。これでもガラス浮くんかな。浮かないですね。大きいやつ。わかりがないよ。こっちやったらガラス絶対割れるもんな。普通はこれでこっちに出てきてくれたよね。指が。ここリベットに当たるから、いやちゃうな、こっちにスライドさせんのかな、スライドせんやったら取られへん。松さでボプロもあかんのちゃうかな。もう切ったらあれだもん。もこちゃん。たらあかんすか。直接もどこ？あ、ワイヤー。あ、ここで？ここで切る？止めます？ここでピュッと外れんねんけどな、確か。これ肩かな。回ってないよね。切っていけるのかな。前このままブチって切った。これや、これじゃなかったんかな前。何の車やったんかな。前なんかベヨンって出たんすよ。これがここで外れたんじゃん。ここ来てんの。いいっす。ええの。いいっす。ほんまこいつがピュッと抜けるはずや、ね。うん、切るとどないなの。そうなの。絡んでるんじゃ、だから。ね、中でね。うん。一緒かな。これあのジャフのおっさんがさ、うん、あの怖いって閉まれなきゃが。うん。で、その無理から閉めてやば。うん。で、セリ昨日帰ってきたんですよ。ああ。もう開いたままやった。開いてここで止まっとったんですよ。って。でもこれで。ワイヤーをあれしとったら無理くり、切るとこが遠かったんかな。またこっちから切らなあかんかったかな。これでも中あれせなあかんのな。
これでワイヤーが一回あの中に入ったら、はいはいはい、だから一番奥までワイヤーを絡んでるやつを掘り込んで、これあれやろ、これあれやろ、こいつが、あ、こっちか、出てます、うん、え、こいつはだ切った方やろ、切った方を、うん、あ、ちょっと待って、そのままこっちにちょっとやってきて、うん、もっともっと、うん、もっといける、ガンガンとグッと向こうに、うんうん、そっちに、うん、そう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 、それを伸ばして、うん、うん、これをもうちょいやね、多分、うん、これでこれで OK でしょ、でこれで多分もう戻れへんから、これあの外したものです、噛んでるあの紙が入っただけ、そうやろ、うん、でこっちをもう一個逆も切ったらいいんだから、だからこいつね、うん、こいつは、よし、よし、こいつを、向こうに曲げるかな、向こうが取ってくるかな、よいしょ、もうだから、あ、これはもう、これは、あ、これでもこれ切らなあかんか、え、それで、うん、いけるでしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、これこれ邪魔やね、根っこで切られ、根っこまで行け、くそ、なんか腹立つ、ちょっと後で切ります、え、これで絡めへんの、全然絡まないですよ、一応もうないんですよね、もう今、うん、上側のこの引っ掛かりのワイヤーがないから、これでいけるね、これ完璧です、完璧、これ、ちょっと気づいたけど、ええから、これだけ切れば、うん、あとこれだけ、ね、うん、これキャップしたら引っかかってるだけやね、だから先渡してこれみたいにこれちょっとはめ込んでるだけやね、これとこれやから、これとやって根っこでうまいこと切れたらこんなんなれへんかったけど、まあ、これだけやね、だからちょっと切って、まあ、今回ちょっと参考にしたらだけどね、応急でね、まあ応急で参考にしてください。